こんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。はい、今日はおもちゃのレビューではなくメンテナンスについてちょっとお話ししていこうかなと思います。こちらはみんな大好きメタルビルドですね。ガンダムのハイクオリティフィギュアです。超絶技巧、超絶造形、ギミック多彩な最高なフィギュアシリーズですね。こちらは先週ぐらいに発売されたばかりのフリーダムガンダムコンセプト2。本当にかっこいいですよね。いつまでも見てられるぐらい、見とれるぐらいのかっこよさ。今でもですね、ちょっとポーズをつけてみたり、ずっと眺めてみたりしていてですね、僕のお気に入りになっているものになります。でですね、このレビューもやっているんですが、このフリーダムガンダムコンセプト2のレビューの中でも、関節硬かったんじゃないですかとか、調整したりしましたかということで、いろいろコメントももらっていて、それぞれコメントには返答はしているんですが、今回ですね、このメタルビルドのですね、メンテナンスとか、開封後の調整とか、どういう風にやっているかっていうのをですね、せっかくなので動画にまとめていきたいと思います。はい、こちらメタルビルドフリーダムガンダムコンセプト2、購入した人はわかるかと思いますが、開封直後関節かなり硬かったですよね。全身くまなく硬くて動かないじゃないかっていうぐらいガチガチだったんですが、もちろんですね、こちら、レビューをする前に調整して、動かしやすいようにやっています。メタルビルドに限らずですね、レビューをする前にいろんなおもちゃ、関節硬くないかとか、逆に緩くないかとかっていうのをですね、確認した上で調整してレビューをやっているんですが、まあ、実際にですね、具体的に何をしたかと言いますと、こちら、じゃん、玩具野郎の必需品、シリコンメンテナンススプレーですね。某有名玩具レビュアーさんも、紹介しているスプレーなので知っている方も多くいると思いますが、シリコン配合によって潤滑、保護、シールド効果を発揮ということで、こういうアクションフィギュアであったり可動軸のあるものに関してですね、その可動部分をこのスプレーによって、潤滑して動かしやすくなるというようなものになっています。特にメタルビルドに関してはですね、関節はほぼ金属パーツでできていて、金属パーツも何ていうか、このこういう関節あるとしたら、こういう穴が重なったところに金属のピンを差し込んで関節を作っているんですが、それをいきなりですね、こう動かしてしまうと金属自体もですね、摩耗してしまってプラプラになってしまいますね。動かす前にこのように動かし方確認してみて、硬くないかどうかっていうのを確認した上で、この硬ければ必要な時にですね、このシリコンメンテナンススプレーを吹きかけるというような感じです。これ本当に注意してほしいのは、関節がっつり動かす前にですね、ちゃんと硬さを確認してやることですね。こちらストライクガンダム、同じメタルビルドのストライクガンダムですが、これもですね、レビュー前にちゃんと、調整はしているんですが、この肘ちょっとわかるかな、軸がちょっと摩耗しちゃってこんな感じでちょっとプラプラなんですよね。こっちも同じ感じ。そして股関節のこの横軸、ちゃんとスプレーしてですね、動かしてはいたつもりではあるんですが、ちょっと足りなかったのか、がっつり動かした時におそらく軸が摩耗してしまい、こういうもう摩擦がないような状態な感じになっています。こうなってしまうと、もうプラモデルとか、金属素材じゃないアクションフィギュアのような感じでですね、これも皆さんおなじみのパーマネントバーニッシュ、これを塗りつけてですね、関節部分に渋みを強めて、関節硬くするというようなことも、こういう金属系のフィギュアではちょっと扱えないんですよね。ちょっと金属とは相性が良くないのか、パーマネントバーニッシュを使ってもこの緩みは治らないので、これはもうですね、最悪な状態ですね。修理してもらうかしかないような状態になるので、いきなり関節グッと動かすんではなく、ゆっくり動かしてみながらスプレーを吹きかけてまた馴染ませるというようなことが大事になってきます。実際にどうやっているかというと、まあ、肘で言えばこういう感じですね。ちょっと動かしてみて硬いなと思ったところに直接スプレーを吹きかけるというような感じ。本当に少量ですね。シューッとこんな感じで、ちょっと必要以上に出てしまったら拭いてあげて、
置きます。でこのスプレーを吹きかけたからといっていきなりガッツリ動かすんじゃなく、これもスプレーをなじませてあげるようにゆっくり動かしてなじませるというような感じですね。こんな感じでやればその金属の摩耗もですね防げますし、潤滑も良くなって動かしやすくなります。フリーダムに関してはですね、この今吹きかけた肘二関節分ですね、両肘そして二の腕の部分、このロールも結構硬かったんですが、ここにも吹きかけています。あとは股関節のスイング部分ですね、ここにも吹きかけたりしています。二の腕、肘、そして股関節のスイングというようなところに、使用しています。もうどこにでも使うんではなくですね、しっかり関節部分ちゃんと可動を確認した上で必要であれば吹きかけるというような感じでやっています。はい、そしてメタルビルドの扱い方というか遊び方についてですが、まあみんなこれは同じ感じだと思いますが、ここから出して、動かしてみたりとか眺めてみたり、いろいろポーズをつけて遊んでみたりとするかと思います。そしてまあそれが終わったらですね、箱にしまったりディスプレイしておいたりというような感じだと思いますので、まあ、そんな頻繁にですねガシガシ遊ぶということはないかと思いますが、その遊ぶたびポーズをつけたり動かしたりするその都度ですね、可動の確認、関節の強度の調整をした方がいいかなと思います。シリコンスプレーですね使って動かす前にちょっとですね吹きかけてみたりとか、遊び終わった後にですねこの関節の保護、潤滑のためにスプレーをして置いておくというような感じで、その遊び前と遊び後ちゃんとですねやっていけば長く遊んでいけるかなと思います。遊び終わった後ですね箱にしまう方はそれでいいかと思いますが、あとディスプレイしておく場合ですね、このディスプレイ台座ちゃんと使用した方がいいかなと思います。メタルビルドには必ずこういったかなり頑丈で素晴らしいこういうプリントの入ったかっこいいディスプレイ台座がついているので、これは使っていった方がいいですね。僕も結構ですねこのさっきのストライクのようにすだちの状態でディスプレイすることが結構好きだったりするんですが、こうすると結構重力で股関節のところにですね負担がかかることもあるかと思いますので、この股関節のですね部分摩耗してしまわないように、こういうようなすだちよりかはちゃんとディスプレイ台座使って飾っておく方がいいかなと思います。はい、では最後にシリコンスプレーの注意事項をちょっとお伝えしていこうかなと思います。今見てきたようにですね何でも使えて便利なシリコンスプレーのように思えますが、これですね結構素材によって相性があるようです。メタルビルドのような関節素材、関節パーツを使ったものとかですね、プラスチック系の素材を使ったパーツとはとても相性が良くて潤滑が良くなりスムーズに動かせるようになるんですが、こういうパーツですねガンプラとかでもおなじみのポリキャップ系ですね、 PE 素材とか PC 素材を使ったこういうパーツとはちょっと相性が良くないですね。こういうボールジョイント、ガンプラ作る人とかプラモデル作る人はよく見かけたことがあるかと思います。こういう素材ですね結構硬いところがあったので、以前こんな感じでスプレーして拭き取って使っていたんですが、そのスプレーを吹きかけた時はですねスムーズに動くようになって良かったかなと思うんですが、一時経ってからこの接続部分からですね染み込んでこのポリキャップの素材がですねひび割れて結局使えなくなってしまったということがありました。その後も何回かですね試しにやってみたんですが、結局同じようにだんだんひび割れて結局使えなくなってしまったので、こういう PE 素材 PC 素材のものとこのシリコンスプレー、相性が良くないようです。使う前にですね一度予備のものとか用意しておいて、使ってみてからですね、相性が良いかどうかっていうのもですね調べてみるのも大切かなと思います。何にでも使う前にちょっとですね一度試してやってみてください。はい、今回はメンテナンスについてお話ししてきましたけれども、いかがでしたでしょうか。僕自身もまだまだ、試行錯誤の途中ではありますが、メタルビルドにこのシリコンスプレーは十分力を発揮しているんじゃないかなと思います。潤滑も良くなりますし、金属パーツの保護にもつながっているんじゃないかなと思います。これ以外にもですね、自分だったらこういう風にやってるよとか、こういうアイデアがあるよという方がいらっしゃればですね、ぜひ、コメント欄の方に今回の感想と合わせてご意見いただけたら嬉しいです。
メタルビルド今後もですねじっくり遊んでいくためにもみんなで意見交換できたら嬉しいです。はい、それでは今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見ご感想、そしてメンテナンスに関するアイデアなどお持ちでしたら、ぜひコメント欄の方にご記入ください。お待ちしております。では今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。クロウでした。さようなら。バイバーイ。